まずは日本の先発赤星さん、ここはボール球を振らせたいですよね。なるほど、さあどう来るか。インサイド打ち上げました。打球はレフトへ。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックス鈴木。日本見事先制点を挙げています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、ああいった形で先制できると流れも引き寄せられますからね。ええ、さあこの勢いをこのまま続けることができるか。2球目打ちました。ここは打ち上げています。取ってスリーアウトです。バッターは DH。 ライト方向を流しました。ここはフライになっています。ライト掴んでツーアウト。バッターは7番に入っ走ってきた。見逃し三振。三振を奪ってピンチを脱しました。バッターは9番インコース詰まりました。この打球はフライになっています。村上抑えてワンアウト。打順は1番に高めのボール打ちました。伸びていく。どうだ、入れば逆転。入った、ホームラン。逆転のツーランホームランです。アメリカ、ここで一発を浴びてしまいました。この回日本4回裏の攻撃になります。5番バッター鈴木、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。日本1点ビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、まあ1点差ですから、この辺りで追いついておきたいところですよね。そうですね。打った、伸びていく。どうだ、入ればポール際切れました。入っていれば同点というところでした。またファウル。大きく外れてボールです。ボールになります。打ちました。ファーストゴロ。ファーストが取る。アウト。ワンアウト。バッターボックスは5番鈴木。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。打ちました。ショート取った。スリーアウトチェンジ。バッターボックスには4レフト線ぐんぐん伸びる。この打球はどうだ、切れるか。深いところフェアになった。同点のランナーが三塁を回った。ファーストランナー一気にホームイン。アメリカ同点。厳しいコースだったんですがタイムリー。得点を許しています。さあそしてバッターボックスに打ち上げた。高く上がった。この打球はフライになっています。掴んでスリーアウト。勝ち越しは許しませんでした。さあご覧ください。さあ日本一打勝ち越しのチャンスです。まあここでリードを奪えるかで試合の流れも変わるでしょうね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには鈴木が入っています。センターへ持っていった。ワンワンのヒットになった。センター前ヒット。鈴木ヒットが出ます。これでサードまでランナーが進みました。まあ甘い球は見逃さないですよね。
代走を送ります。サードランナーは源田、犠牲フライでもランナーが帰れば勝ち越しです。繋がりましたね。いいと思いますよ。さあそしてこのチャンスで打席には6番の村上が入っています。改めてお聞きしますが、バッターボックスの村上、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。スタンド、ファウルボール。追い込まれたんで空振り三振を狙うようなボールでしたね。よく見極めましたよね。はい、そうですよね。変化球打った。セカンドがよく抑えた。アウト。これはビッグプレー。日本勝ち越しました。4対3。さあリードしました。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ここで勝ち越しに成功。このまま流れを保っていけるんでしょうか。打順は8番デイビス。これが1球目。ランナースタート。キャッチャー送球して、二塁タッチアウト。盗塁失敗。初球からスタートしましたが、ここは失敗に終わりました。見逃して三振になります。試合終了。日本僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。なんとか継投で逃げ切ることができました。まさに監督ベンチの采配がズバリハマったのではないでしょうか。日本接戦をものにしました。一方のアメリカですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは日本見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで横浜スタジアムから失礼いたします。よく晴れた天気になりました。横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープのゲームです。解説は富山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。
エースを出している以上この試合絶対に負けられませんね。まあそうですね、もちろんエースなのでね、監督は勝ちをもう頭に入れてるでしょうからね。そうですね、期待しましょう。バッターボックスは4番鈴木。ヒットでランナーを1塁に置いています。マウンド上今永、そしてキャッチャーは伊藤。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。これが初球、切れていきます、ファウル。打ちました。この当たりはどうか、フェンス直撃。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。二塁送球、ベイスターズピンチになりました。ツーアウトランナー三塁二塁。さあ初球は何か、変化球でまず空振りです。緩いボールしっかりと見極めました。ワンボールツーストライクです。インコースの変化球見ています。さあ5球目は何か、ファウルになります。このストレートは入りません。フルカウントになります。走ってきた、ここでフォアボールを与えました。うん、これで2アウト満塁。まあ、変わりまして、1回の裏これからベイスターズの攻撃が始まります。ベイスターズはご覧のようなオーダーとなっています。桑原が打席に入り、インコース打ちました、いい当たり。これはセカンドの右抜ける。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁です。バッターは2番。3球目打ちました、これはどうか、レフトが取りました。バッターは牧。カーブ、すくい上げた、ここは打ち上げています。小園が掴んで2アウト。バッターボックスには4番オースティン。ツーアウトになっています。ファーストランナースタート、タッチアウト、盗塁失敗。仕掛けていったんですがスチール成功。バッターは5番。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックス外、見逃して三振になります。ツーアウトになっています。バッターは7番に入って打ちました。サード取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ここは確実に目をつんでいきたいですね。さあこの場面でバッターボックスには4番の鈴木が入っています。打ちました、いい打球だ、伸びていく、どうだ、入った、ホームラン。カープ先制のスリーランホームランです。ベイスターズ痛い一発を浴びています。ベイスターズ先制を許します、3対0。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。この3点でとどめて味方打線の反撃を待ちたい。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。初球打ち、高い打球、レフトが追いかける、追いかけ、入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。ベイスターズその差を3点に広げられる痛い一発となりました。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。相手主砲の一振りでした。
その差を3点とされています。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。試合中盤、徐々にリードを広げられています。さあ、そして打席には宮崎が入ります。さあ、チャンスが続き満塁の場面。さあ、仕留められるか。打った、セカンドが抑えた。二塁フォースアウト、アウト。ダブルプレーでスリーアウト。なんとか得点まで行きたかったんですが、ここからの追加点は避けないといけないでしょうね。さあ、この場面で打席には4番の鈴木が入っています。切れていきます、ファウル。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。打った、スタンド一直線、レフト一歩も動けない、突き刺さった。スリーランホームランが飛び出しました。ベイスターズ痛い一発を浴びています。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。4番に一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そうですね、もう少し慎重に投げてもらいたいですよね。そうですよね。まあ、ただバッターからすればここで攻めておきたいところです。4番バッター鈴木、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。打ちました、スタンド一直線、入った、ツーランホームランが出ました。ベイスターズ痛い一発を浴びています。ベイスターズ追加点を許します。10対1。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。小宮山さん、次が4球目。いい当たり、これはどうか、レフト前ヒットになります。見事起用に応えました。ツーアウトラン。次が8球目、打ちました、ファーストを取った、これで3アウト。試合終了になりました。残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。小宮山さん、エースの先発だったんですが、残念ながらその責任を果たすことはできませんでしたね。まあ、どうなんでしょうね。かなりがっかりするような内容なので何とも言えないんですけども、次に期待したいですね。そうですね、期待しましょう。勝ったカープ、大量点を取って大勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはDeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。